オールスターオートレース優勝戦スタートしました。11回目の SG 制覇へ、オールスター連覇、今年も主役になりました。はい、始まりました、しゅうちゃんオートです。本日はですね、飯塚オートレース場で行われておりますオールスターですね、こちらの3日目ということで、今日が、3次予選、明日から準々決勝になってまいります。ですね、昨日、我らが団長ですね、今映ってると思うんですけど、団長がですね飯塚オートに行きました。で、飯塚オートに行った時に、重富大輔選手のね、お姉さん、日清の方がやってるですね、お蕎麦屋さんに行ったらしいです。そこで重富選手のですね、いろんなものが展示してあって、それをちょっと写真でいただいたので、ちょっと今ご紹介をさせていただいております。やはりオールスターということでね、もう普通であれば、もう重富選手ここにいてもおかしくないです。もう絶対にいるべきな人でありました。はい。やっぱり忘れちゃいけないというふうに私は思っております。はい。ということでですね、今日も、5列からやっていきたいと思いますので、最後までお楽しみください。あと皆さんにお願いです、グッドボタン並びにチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日も3日目やってまいりましょう。さあ、1本目の5レース、ここは5番の泉田くん、頼むよ、スタートからしっかり。スタートといえば泉、行こうぜ。30戦 B、トップスタートじゃ泉、来い。そっから伸びてこい、泉、けー。1番の高橋英子はしっかりスタートを残しています。よし、行った。田中進が膨らみました。ここを作ったのは泉田修介。泉田が2番手からの競争になりました。そして3番手には田中進、さらには落合が並ぶ学校だ。行け泉。そして4番スタミ、後方から原田の木村。よっしゃ。なんと7番の二村飛龍となりました。ここで先頭は5番の泉田に変わった。1番高橋を捉えて泉田が先頭に立っています。連勝に向かいまして視界良好のレース内容であります。3番手には原田翔平、4番手には下がっちゃったか。木村も早めに上位グループで上がってまいりました。うわ、翔平かよ。が攻め上がりました。高橋は3番手で交代しています。木村も金さんの攻防だ。このバックスレッジ側では1番高橋のインコースから、うわ、翔平勝ってねえよ。新村飛龍はまだ後方、いや、前の前はみんなダメだ。うわ、最悪。ノーマークか、3着目で勝った選手しか来ない。そして追いついてきた。うわ、最悪じゃん。前の3選手による首位攻防戦となるんでしょうか。金谷が一瞬狙いかけましたが、5番の泉田が譲らない。2番手6番の金谷に外から猛チャージは木村武史。4コーナーを立ち上がりまして、さあ切り返せるか切り返せない。今度は6番の金谷が切り返しの1コーナーが決まった。勝利にかれた。決まった。6番金谷が先頭に立っています。泉田滑った。8番の木村少しびっくりした。現在3番手の位置、4番手から4番砂目が迫っています。5番手にようやく上がった有村飛龍でありますが、これは先頭まで届くさもありません。おー、5番の泉田がもう一回狙う。うわー、泉のが出てる。2番手、5番の泉田のアウトコースから木村の渾身のまくり、食い止める5番の泉田俊介。泉田と木村、泉田と木村、ほぼ並ぶ格好で最終コーナーに向かっています。4番手からコースターが翔平だ。うわー、翔平にやられた。翔平さすが、素晴らしい。
さあカメラ、今日は負けらんないぞ。スタートしっかり外からでもしっかり来るんじゃ、頼むぜ。スタートまで、まずはスタート全集中。かがやー、しっかり来い。スタートしました。さあ10メートルから、そこから先陣伸びてこい。かがやインコースから川口、さらには松崎陽介、ほぼ内側勢枠なりという感じ。4番前田も続いています。かましてこい。かませねえよ。さあ2番の川口のインコースを続いて、3番松崎は入りきれません。先頭荒井ひょうりが3年生以上のリードをつけまして、1周4コーナーを立ち上がりました。逃げる荒井ひょうり、追い上げ1番から川口、3番手ここで前田潤が松崎のインコースを潜り込むようにして3番手に上がっています。その後ろ中段でですが、かがや自分のコースどっか見つけろ。最後方から佐久間、8号車の香谷武明という体制になっています。ここで7番の岩崎がロドアットを滑りました。残りは40台。ダメだ、香谷抜くとこがない。追いついたか2番の川口、先頭争いは前の2人、そっから車速生かしてこい。香谷その差はわずかに1写真半ぐらいです。先頭荒井ひょりを追い上げる体制を2番の川口は作っています。3番とか4番の前田潤、香谷上がってこい。3着まで、3着まで、こい首位安泰という位置ではないようです。うわ、ダメだ。ダメだ、荒井ひよりが逃げる。SG 初一着に向かっている荒井ひよりが先頭だ。2番手は川口、そして3番手が4番前田潤です。後方体系でありますが、悪すぎる。完全に岩崎と加賀谷は遅れを取りました。残りは全然ダメ。1番の荒井ひより追いつかれていますが、ここから辛抱できるのがやや膨らんだ荒井ひより。内側から川口が並ぶ、捕まえるのか。3コーナーで入った入った、川口が先頭に立っています。全然ダメだ、荒井ひより。さばいた、終わった。1番の荒井ひよりがバランスを崩してしまいました。うわ、大丈夫か。今ノーフィニッシュ、ブルーフラッグを通過しています。先頭は4番の前田潤です。2番手は川口、3番手が3番の松崎陽介という体制で、いいレースしたらもったいない。ゆうちゃん先頭4番前田に変わりました。2番手は2番の川口、3番手が松崎陽介、まもなくチェッカーバック、前田が制しました。挙手一投足、立ち振る舞いに注目が集まっている、そんな王者高橋。さあ水木頑張れ。グレードレス7号車しっかりスタートから、しっかり水木スタート、スタートさえ行けばなんとかなる。1コーナートップスタートでレードレスなんとか水木来てくれ、頼んで来い。しました。そこから先陣止めてこい。グインといっちゃい、グインといっちゃい、グインといっちゃい。高橋、まずは10メートル線先手を取ったのは岡松、さらには別府慶吾、その後ろをめがける小林は入り損なった。外から高橋がスムーズにまくり切りまして4番手に上がっています。さらには中村智和もものすごい勢いでありますが、コーナー流れました。水木さんだ、そこ水木さんにくっついてくれ。松尾彩が先頭、レースは2周目に入っています。SG は2回目の出場になる松尾彩、松尾彩が逃走体制です。2番手は3番の別府慶吾、そうだ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 、そして高橋光、小林瑞希は4番手、並走する感じであります。外をブロックしたら水木さん、そこから行こう。残りは4周目、まだいけない。そうするとやばい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 、前が残っちゃうよ。2番手の別府慶吾、なかなか感覚が縮まりません。ここで3番手岡松を指したのは高橋。よし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 、一射一射さばいて3番手まで上がってきています。さらには小林瑞希も高橋光のラインをなぞりをして4番手。うわ、光さんがあんまり良くない。残りは3周回。さあ別府の外から高橋、これかませないだろう。この2コーナー立ち上がれば、水木どうか外から打ちった方がいい。水木打ちった方がいい。別府のアウトコースからいったいった。さらには小林瑞希がついていく展開で、水木さん頼む、早めに参ってくれ。浮かしてられません。さあ小林瑞希が王者に挑戦状を叩きつけている。1コーナーで一発で捉えました。小林が2番手に上がった。高橋は3番手で交代しています。逃げるのは松尾彩、まだまだリードがあります。水木で2番手は小林瑞希、高橋瑞希3番手、4コーナーを立ち上がりまして、わはよちゃんだよ。残り1周回、松尾彩が逃げています。
先頭は松尾や追いすがる小林瑞希、その差は2写真だ。高橋光三番手、最後の最後ここで追いついた小林、いい先頭は1番の松尾や、内側から小林が並ぶ、まず頭まず頭頭頭1番松尾瑞希が思想タイムも期待にたがわぬ3秒31をマーク。スタートまで、さあ8レースですね。ここは1番の、佐藤玲君、あとは5番の正也、正也スタート勝負よ。ブルーランプ、さあ玲君も行ってみよう。ここ得意の1号車、逃げて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 逃げまくれ。正也も上がってこい。後ろから春本が迫っているぞ。春本は捉えた。春本に叩かれました佐藤玲。勝利は茨の道のり。立ち上がりも滑ってしまいました。横田翔輝、さらには永田正也が捉えて、インコースから丸山、3コーナーから4コーナー。わあ、これは翔輝強いよ。内側から丸山も来ている。ああ、正也滑った。先頭は春本、速攻一撃が見事に決まりました。2番手3番の横田翔輝、横田が内側から3コーナー突っ込んでまいりました。ここで先頭は3番横田翔輝に変わっています。3番手は永田正也、そして4番丸山真嗣が5コーナー。さあ残り40回、ここで飯塚で売り出し中、5番の永田正也が一気に春本横田を捉えまして先頭に立っています。5番の永田正也が先頭に上がりました。2番手3番横田翔輝、3番手岡部さんがじりじり来るよ。春本の後ろまで岡部が来ております。伊藤道現在6番手、岡部さん来てるけど俺正気買ってないんだよな。あー、ノブが来た。先頭は5番の永田正也、2番手は3番横田翔輝、3番ノブが上がってきた。内側からは8番の伊藤道が3番手、ノブが意地の3着まで食い込むか。さあ伊藤道が攻め上がる。2番の春本を捉えて伊藤道が3番手で上がりました。岡部は現在5番手の位置、先頭は岡部さん、よかったのに。2番手には横田翔輝、伊藤の棒3番手、4番手には春本。このレース序盤戦で見せ場を作りました春本ですが、現在4番手、残り1。さあノブ頑張れ、ノブ頑張れ、長田雅也が先頭です。ノブ頑張れ。2番手には横田、追いすがる伊藤の棒、2番手3番手はその差は2写真ぐらい、先頭から3番手までちょうど遠く。いや、雅也ちょっと危なかったけど見事。最後のコーナーを5番の長田雅也がクリアしました。2番手横田、3番手伊藤の棒、開催から雅也おめでとう。長田が制しました。5着までが準々決勝に残ります。さあ9レースバトンミー、高谷頑張ろうぜ、森くんも頑張って、あとは山立つスタート頑張ってみよう。47で来い。しました。インコースから森川聖輝が渾身のスタート構成を考えまして、まずは一周1コーナーホールショット、ベトンミったべ、さらには山田がついてインコースから篠原、アウトコースから佐藤高谷です。山立もいいよ。一周3コーナーで田村二郎が森のインコースを捉えました。田村が先頭に上がりました。森は2番手に交代しています。さらには佐藤高谷が森のインコースを狙いまして、競争は2周回目、森が粘る。それでも佐藤高谷が捉えました。さらには4番手から前を見せられて、うわ、聖太郎が来た今日。
行くのか。3コーナーから4コーナー、先頭はわずかに3番田村二郎です。田村の主導権、2番手佐藤隆也、早川3番手、これで膨らんでしまいました。残りは4周回、インコースから篠原も巻き返してきております。森は後退してしまいました。6番手から5番手上がろうというのは6番黒川京介、さあ2番手攻め上がる、早稲田の先頭まで早川聖太郎が貫通する動きであります。ここで田村もう一回打ち行くか、かぶせる、聖太郎強え、かっけえ、かっけえ聖太郎、すげえ、かっこよすぎるぜ聖太郎、いつの間に来た聖太郎、かっこよすぎるぜ。3番手田村が粘る、4番手篠原、そしてここまで連勝できている黒川京介でありますが、現在6番手、いや高山も結構強めだこれ。8番早川聖太郎が先頭です。ぴったりマーク佐藤隆也が勝利に色気を見せるのか。おお内側だ、行くよこれ、行くよこれ、ああでも結構きつい、早川が抑えています。先頭は8番早川聖太郎、いや聖太郎お見事だこれは。そして3番手田村史郎、5番の篠原敦也、4番手その後ろに3着にジロちゃん、いやこれ結構つくだ、聖太郎おめでとう。さあ10連戦ですね、ここはマサト、そして金子大輔、金子大輔頑張れ、マサト出走タイム良かった、あとは出走気配が良かった、スタートをまずしっかり頼みます。6番8番この2車で頼む、来てくれ、内寄りからは内山高見で好スタートを切りました。マサト行ってくれ、両方いけない、さあ飯塚の内潜って、好スタート3番手から今宮バランスを崩して最高峰まで後退しています。さっそうと1周3コーナー先頭まで突き抜ける荒尾佐としてやります。ここで内山松本を捉えて荒尾が先頭に、うわまさ滑った、2周回目内山2番手松本3番手金子大輔も来ているぞ。2コーナー立ち上がれば現在4番手のポジション取り、4番松本を狙う立場になりました。さらには6番の中村正人が5番手の位置、遅れを取れました。大きさあ大輔繰り返し中入って、残りは4周回です。マサトもついてきてくれ、4番の松本を捉えました。先頭は荒尾佐としてあります。2番手に内山3番手、マサトついてこい、4番手が松本やし、5番手には6番の中村正人となっております。マサトついてこい、6着以内に入らなければなりません。さあここで金子が2番手の内山を攻めていく、あっという間に2番手で上がりました金子大輔でありますが、先頭の荒尾とはその差は15メートルから20メートル開いています。このバックガードは4番手で上がった中村、4番松本をパスしています。3番手の内山はその差は3写真あります。残りが2周目終盤戦、うわー人気決着かこれは、金子大輔さらには内山高い手が続いています。3番手争いが注目だ、開けてくる6番の中村がマサト頑張れ、3番手の内山を射程に捉えています。3コーナーから4コーナーのカーブ繰り返して中、ここでモーションをかけるのか、ここで入ってまいりました並ぶ中村が捕まえた、残り1周で中村が3番手で上がっています。うわー今日一番のガチガチやん、島と金子は迫っていますが、まだまだ周囲安泰というポジションであります。7番の荒尾が先頭だ、シリーズ3戦目、大輔金子大輔いけないか、ここで7番の荒尾が勝利の雄たけびを上げる、今先頭の俺、
さあ11レースですね。ここはもう6、7、8、この3車で勝負、スタート勝負じゃ。フルナンブラー消えます。タックスタート、ドンとトップスタートで行ってしまえ。若も思想が良かった。クイーン、さあタック行ったべ、タック行ったべ、タック行ったべ、タックそこからかまして、マクロとしている。アーマノとアレイいいとこ入ってった。そして4番の平田が内をつくか、6番の有吉も続いています。先頭は浜野潤です。外から揺さぶるのは荒井啓太、そして6番の有吉が続いております。うわー、そうなると圭一郎だよ。3番手上がりました。先頭は1番の浜野潤です。浜野は先頭だ。8番の鈴木圭一郎がぴったりマークの展開です。3コーナーから4コーナー、さあ浜野のガードを切り崩すのか、鈴木圭一郎どうか。残りは4周回、さあ若上がってこい。さあ1コーナーから2コーナーまくろうとしていますが、この浜野が先頭に立つと結構抜きづらいんです。浜野が先頭だ。2番手は鈴木圭一郎、3番手は7番の若井戸和、その後ろには3番荒井啓太が続いております。結構前が止まってる、若チャンスだ。3周回、鈴木圭一郎がまくろうとしていますが、なかなかまくらせない。若井戸和が3番手から入れ、入れないか、そこはか。いや、まだ届いておりません。絶妙なるブロック、1番の浜野。行った、若そこ。うわぁ。残りは2周回であります。浜野は先頭だ。鈴木圭一郎2番手の位置。膨らんだと思いきや、バイクは戻ってくるんです。浜野潤、そして2番手、鈴木圭一郎。2番手以降が、もう困惑するような状況になっております。うわぁ。じっとインコースで我慢しております。さあ、残り1周。圭一郎行った。鈴木圭一郎が捕まえた。中盤戦で測ったように鈴木圭一郎が浜野を捉えて先頭に立っています。2番手1番の浜野潤、いや圭一郎お見事だな。荒井圭太4番手、有吉愛現在4番手争い、まもなくチェッカーマーク。いや圭一郎おめでとう、素晴らしい。底知れない可能性を秘めています。さあ最終12レース、ここは中村恭介一択で勝負でございます。もう昨日と同じような位置、もうここでね、もうスタートだけ、問題はスタートだけ。さあ恭介行ってみろ、赤だよ。ただいまの発送は7番車のフライングのため再発送いたします。さあ大輔の失権、これはきつい。これで周平がちょっとまた出やすくなった。さあ中村恭介はもう一回スタートしっかり切ってきて、頼んますぇ恭介来い。いやーこれじゃダメだよ恭介、周平が行くよ。おお、5番の鈴木弘和の前まで上がりました。先頭は高宗の主導権であります。2番手に青山、そして3番手鈴木弘和、笠木義孝が4番手、中村恭介も来ているぞ。さあ2周コーナーで青山が攻め上がる、強烈なまくり、まくってけ恭介。中村も中段まで上がろうとしています。青山周平が花を切ります。2番手には高宗良治、5番の鈴木弘和3番手、4番手に笠木義孝、中村恭介5番手、恭介外だ、外しかない。さあこの1コーナーでは鈴木弘和の後ろ、2番の笠木をダメだ、広がる一方だよこれじゃ。2番手は高宗洋次、ぴったりマークは5番の鈴木弘和3番手、4番手には中村恭介という体勢になっています。ここで2番手、もうこれだったら周平だよ、もう高宗を刺しました。ああ今リードを20メートルぐらい作っています。2番手は5番の鈴木弘和、1番の高宗3番手、中村恭介のまくりはどうか。いや恭介無理だよ。さすがにスタート行かれちゃうと、うん、まあ、まくるな行くけど、まあここまでがせいぜいだよ。あとはもうね、広勝とどうか。2番手の鈴木広勝を狙いましたが、ここは5番の鈴木広勝が抑え込んでいます。先頭は青山、広勝イン開けない。さあ1対1から内を狙
開けない。残り1周ブルーフラッグを通過しています。先頭は青山、2番手は鈴木の数、内を締めている。一気に外から中村京介迫ることができるかどうか。そこまでタイヤないだろ京介。鈴木の数、中村3番手。いや周平だよ、周平おめでとう。はい、ということで最終レースの前見ていただきました、今日のことは皆さん忘れましょう。もう、ね、無理。今日ね、大きいの当てられた方本当おめでとうございますね。僕はもう無理です。今日のことは忘れましょう。明日やってまいりましょう。明日いよいよ準々決勝ですよ。明日ね、まだ加賀谷も救いがありますね。水木も出ますね。また中井大輔残念だったね。でもまあ皆さんね、また明日楽しみにやってまいりましょう。ぜひ皆さんチャンネル登録だけよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。悔しいぜ。